はい、ゆきでーす。今日はですね、今日から目が痛い。顔出しの酒動画ということで、始めていきたいと思いますが、はい、ちょっとね、髪をね、僕、自分でバリカンでね、バリバリってやるんですけど、これ3ミリですね。やっぱね、冬でもね、坊主がすげえ楽なんですよ。坊主、一回坊主にするとね、もう戻れない。はい、ということで、今日は、ビール。生ビール、俗寄り道、僕ビール、君ビール。ですね。アメリカンホワイト。と書いてあります。こちらですね、後ろにあるところ、ちょっとね、賞味期限が切れました。はい。発掘しまして、後ろのごちゃごちゃっとしたね、ところにね、ありました。で、これが平成の17年の9月の上旬が賞味期限なんで、賞味期限切れてますね。まあいいでしょう。こちらヤホーブルーイングの、ヤホーブルーイング株式会社。ハッとする味と香り、これが僕らのビール。これローソンで288円で購入しました。時代は変わる、ビールは変わらないなんてことはない。今日、この時から、僕らの生活に色を加える、新しいビールの体験が始まる、ビアスタイル、アメリカンスウィート。違う、アメリカンウィートか。柑橘やパッションフルーツを思わせるホップが、幾重にも香る、柔らかい口当たりのビール。こちら、長野県の軽井沢の、会社のヤホーブルーイングという会社です。原材料が大麦麦芽と小麦麦芽とホップ。アルコール度数が 5% となっております。高い。288円は高いな。さすがに高いな。今日のつまみはじゃん、懐かしい、これ10年ぐらい食ってない電録豆、一粒食べたらやめられないっていう。これ美味しいですよね。これ美味しいんだけどちょっと高いんだよな。高いっていうか、高いっていうか、なんて言うんだろう、微妙な高さ。あー、うまっ。まあ甘いんです。これちょっと苦い、多分ビールとかに合うのではないか。乾杯。僕ビール、君ビール。微妙だな。まあ、いわゆるペールエールですよね。いわゆるペールエール。まあ、こちらはね、ローソンでね、売ってるんですよね。ローソンは結構、地ビール、なんだっけ、
いわゆる地ビールね。売ってますから。まあ、いわゆるこれはペールエールの、ペールエールっぽいよね。ちょっと、まろやかなペールエールかな。うん。ペールエールってどうしても苦いっていう。感じなんだけど。これは、苦さがちょっと抑えられて、あ、クラフトビールね。まあ、いわゆるクラフトビール。まあ、地ビールの英語にした、横文字にしたクラフトビール。うん。飲みやすい。初心者向けのペールエールって感じがするかな。うん。でね。ない、あれ乗ってないですね。ボルトビール、黄身ビール。乗ってね。まあでもヤッホーブルーイングだったらやっぱり夜な夜なペールですよね。夜な夜なエールが一番うまいとは思うけど、これは結局ペールエールに小麦を加えてちょっとまろやかにしてマイルドにした感じ。あのうんですね、うん、夜な夜なエールはもっとこれより濃くて苦い、うん、ただ味わい深いというか風味が強いんで、まあでもこれは、あの、飲みやすい。うん。あの、ラガービールみたいな感じで、感覚で飲めるペールエールみたいな感じかな。こう、ぐいぐいいけちゃう。結構軽やかなんで。賞味期限切れてるけど全然美味しい。普通に美味しかった。うん。ただ値段が288円なんで、結構高い。コクあんまりないで、甘みも、まあ普通ぐらいで、香りはまあ、まあ普通ぐらいか。まあでも美味しいですよね。うん。だから、ペールエールをうまく飲みやすくした感じで、女性向けっていうのが苦手な、ペールエールはちょっと苦手みたいな人向けの、ペールエールですね。233、
4です。ご視聴ありがとうございました。